はい、見えますでしょうか。はい、こちらのですね、スーパーに入りたいと思います。こちらのお店もですね、マクドナルドやケンタッキーのお店がありますね。ということで入りたいと思います。先ほどのスーパーに行ってきて買い物をしてですね、炊飯器を買いました。でこちらの炊飯器がセール中で、なんとですね、日本円で1500円、日本円で1500円しました。はい。でなんとですね、炊飯器を買ったっていうのは何でかっていうと、なんとベトナムにですね、こういうあの日本のお米が売ってるんですね。でこのお米が、何キロだこちら。2キロ。2キロで、日本円で250円でした。すごい安いですね。ということで炊飯器が1500円で、ご飯お米が250円ということで、かなりね、安い金額で、日本の米をですね、食べることができるので、私もですね、ベトナムにいて、やはりあのベトナムの米って細長い、縦長の米なんですけども、やっぱりそれよりも日本のお米が食べたいので、もう真っ先に見つけたら買いましたので、もしですね、ベトナムにあの旅行とか行かれる方で、ちょっとね、あの自分で日本の米を炊いて作りたいなっていう時は安心してください。日本の米があります。ということで以上です。スーパーで購入した1500円の炊飯器ですね、こちらホーチミンのスーパーで買ったんですけども、早速ですね、中身を開けてみます。こんな感じになってますね。はい。でこちらがですね、おそらくあの水を入れて沸騰させて、ここにですね、肉まん、ちょっと映してもらっていい？肉まんとかを入れて、炊飯器を使ってですね、肉まんをこうふかすことができます。であとはまあ普通にご飯かな、ご飯とこれは保証書かな、はい、保証書書いてありますね。であとはこちら、しゃもじ、しゃもじ、はい、しゃもじがあって、であと電源のコンセント、はい、であとこちらの計量のカップですね、お米を測るときのカップが入っていて、で中はこういう感じになってますね。はい、ということで中身もこんな感じです。ということでこちらでですね、早速日本の米を使ってですね、炊く作業をやってみようかなと思います。はい、じゃじゃーん。ということでですね、ご飯2合分ですね、炊きました。柔らかそうですね、これ。こんな感じですよ。でもって、こちらのですね、焼き鳥とかつくねとか鶏の肉とか、これ全部でですね、日本円で150円でした。こちらをおかずにして日本のご飯で食べたいと思います。ではですね、早速いただきたいと思います。まずちょっと白いご飯だけいただきます。あ、白いご飯だこれ、日本の。いいね。うん、うまい。で、つくねですね。うん、うまい。これ食べてみ。うん、いやー、ずっとベトナムに来てからご飯は食べたけど、うん、細長いさ、ベトナムの米だったから、日本の米食べてなかったから、なんか今食べたらすごい生き返った気がするね。うん、やばいよ。それだけ体がね、日本の米を探してたよ。うん、うまい。どう？この肉。うん、いいね。もう肉よりもご飯、今はうまい。いやー、よかった。
どう日本のご飯。うん、おいしい。おいしい。ということでね、ついも日本のお米おいしいって言ってくれてます。3本で1万でしたね。うん、1500円の炊飯器でよくちゃんと炊けんだね。ということで炊飯器大成功です。もうこれからですね、美味しい日本のお米がベトナムで食べれるって考えただけで本当嬉しいです。ということで以上、炊飯器のレポートでした。